はい、こんにちは、ピンフです。ちょうど1ヶ月ぐらい前の話になるんですけど、愛知大学の教授がオカメインコについての研究を発表し、それがアメリカの学術誌に掲載されたという記事を目にしました。もう知ってる人もいると思うんですけど、内容を簡単に説明すると、オカメインコがいつも練習している曲を聴くと、曲の途中からでも一緒に歌うことができるっていう内容で、そのことが人以外の生き物が曲の途中から同調して歌うことができる初めての報告として認められ、アメリカの学術誌に載ったという内容でした。もうね、これを見た時嬉しくって、まず鳥の能力が研究対象になったことが嬉しいし、それが認められたことがまた嬉しいじゃないですか。鳥って犬さんや猫さんに負けないぐらい賢いですから。それでその記事を見て、あ、そういえば梅も途中から一緒に歌ってくれたことがあったなぁと思って、過去動画を探してみました。これ生後3ヶ月か4ヶ月ぐらい、まだ幼鳥の頃です。うちでいつも歌っている梅の歌っていう歌があるんですけど、その歌の練習中、一緒に歌ってくれました。うめ、うめ、うめ。あ、上手だね。これがその一緒に歌うおかめさんと同じ状態なんですけど、考えてみたら、こういうことが生後3、4ヶ月でできるっていうのがすごいですよね。もう一回いきます。うめ、うめ、うめ。あ、上手だね。うめちゃんかわいいな。で、それが1歳でこうなりました。うめ、うめ、うめ、かわいい、うめ。梅、梅、梅、かわいい、梅。梅ちゃん、元気よし。パセ、パセ、パセ、かわいい、パセ。その後も一緒に歌ってくれるんですけど、同調なのかモノマネなのか、よくわからない感じになってます。パセ、パセ、かわいい、パセ。ブカ星から来た。ブカ星からやってきました。ブカブカ星人、ブカブカ星人です。それで面白いのがこの後なんですけど、教えてもいないのに合いの手を入れるようになりました。パセ、パセ、パセ、かわいいパセ。パセ、パセ。パシパシかわいいパシ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 上手上手。おいで。はい、今度はゴマです。ゴマの場合こんな風になります。ゴマちゃん、いくよ。ゴマ、ゴマ、ゴマ、かわいいゴマ。ゴマ、ゴマ、ゴマ、かわいいゴマ。上手や。
ごま、ごまごま、かわいいごま。ごま、ごまごま、かわいいごま。これね、ごまなりに歌ってると思うんですよね。いつも同じところで同じ声を出すんです。リズムに乗って体を揺らすこともあります。うん、ごま、ごまごま、かわいいごま。ごま、ごまごま、かわいいごま。よし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 。これが鳥の同調能力なんですよね。どういう形にしろ気持ちを精一杯こっちに向けて自分なりの方法で答えてくれるんです。もう褒めずにはいられません。上手。うん、上手。うん。梅、梅、梅、かわいい梅。梅、梅、梅、かわいい梅。梅、梅、梅、かわいい。それで、そのおかめさんの研究なんですけど、今後、音程やリズムを変えても同調することができるか研究が続けられるそうです。教えてあげよう。歌うよ。怖いなー。